これまで12年間乗っていたプリウスです。で、続いて、それで見よかったか。ありがとうございます。それでもう随分助かりましたんで。で、こちらが、新しく納車されたワゴン R です。はい、じゃあすいません、ありがとうございました。はい、自宅の方にね、来ました。で、現状なんですけれども、こういう感じでね、新車らしく、まだシートカバーというか、ビニールがかかっておりますんでね、これをまず取り外して、セットアップをしたいと思います。はい、とりあえずですね、シートの方カバーが取れました。ちょっともう少し前で出してみますかね。カードを入れてください。当然まだオドメーターは一桁台でした。 GPS を受信しました。あ、そうそうそう、カードを入れてください。ちょっとだけ前ですね。あブレーキを踏んだままではそりゃそうでしょう。久々の、ミッション車ということでね、ちょっと扱いにまだ不慣れな点があることをご了承いただきたいと思います。じゃあ次はですね、全部セットアップしてからちょっと一回りしたいと思います。はい、それじゃあね、ちょっと、運転してみたいと思います。カードを確認しました。有効期限2023年11月です。バック。GPS を受信しました。プリウスとバックと全身が逆ですんでね。びっくりしました。
切れ方が全然違うんですけど、これはプリウスで乗ってたそこのね、鋭角の交差点もね、簡単に曲がれるんではないかなと思いますけどね。はい、到着しました。ここでいいかな。ぐるっと回しちゃいけません。もうあれですね。到着しました。どんな感じで撮れてるのかちょっとよく分からなかったですけどね。はい、湯坂緑地の方にやってまいりました。一応ね、こういう車だよんっていうのも分かるかなと思います。ここが一番ベストポジションでしょうかね。で、後ろはこんな感じですかね。これだと逆光のかな。まあ逆光というにはもうほぼ日没なんですけれども、こっちの方がいいでしょうかね。はい、この後ろのテールランプが商用車っぽくて嫌だっていう人がいますけど、まあ普通のね、縦型のランプもう飽きましたんでね、こういう、そのバンパーのところについてるランプ、昔のねローデルのハードトップを彷彿とさせるランプで、まあ私はいいと思いますけどね。ということで、今日納車されたワゴン R を、映してみました。また見てください。